はいどうも、ともゆきです。今回はですね、どんともゆきプレゼンツ YouTube 勝手にエンタメウィークというわけで、初の商品紹介にチャレンジしたいと思います。はい、そこでですね、今回紹介する商品を紹介いたしましょう。どんこちらです。天使のいたずらというわけでですね、こちらね、なんだろう、遊びのいたずらグッズなんですけども、よくね、皆さんこう突然ね、鳥肌がバーって立ったことあると思うんですよ。それをこう人工的に再現できるというおもちゃでございます。はい、そしてこちらね、見えるかな、今までにない感覚があなたを刺激するね、そういう感じですよね。感じ方は人それぞれって書いてありますけど、こちらね、どうなのか、どう感じるのかね、ちょっと今回試してみたいと思います。これ出してみます。とりあえずこれどうなの、あ、これこんな感じです。これね、こういう、なんだろう、泡立て器みたいな感じですね。で、なんか何でか持ち手先尖ってます。これちょっと危ないですよね、こうブサッてやったらね。これを説明してみますけど、これを頭の上にこう乗せますね。乗せて、でこう下へ押していくと、こういう風にね、はい、それでそしたらこう感じるね、この刺激が、ゾワゾワっていう刺激が入るそうです。はい、でこれ見てくださいね、いろいろなんかこう説明書いてますけど、まあね、一番やるのが、やってみるのが一番早いと思うので、ちょっとやってみます。いきます。とりあえず頭にこれ置きますね。置いてこれを下にこうやればいいのか、これは。おお、なんだろうちょっと待って、これね、伝わらないと思うんですよ。やっぱりこうね、動画越しですから、なんだあいつって思うかもしれないですけど、これ実際にちょっと買ってみてください。この天使のいたずら、これ本当にね、これなんか、ね、気持ち悪いです。すごい、なんか鳥肌がこう立つような感じ。おお、なんかね、おおおお、ね、エガちゃんになる、エガちゃんになる、エガシラ2時50分になる。これはこれはね、本当にいたずらには最適ですよ。突然こうやって後ろからわーって話してる途中にこう突然ファッて来られたら、なんか自然とね、鳥肌がすごい立つ。これなんだろうね、本当に、なんだ、本当に鳥肌とかが突然ゾワって立つのと同じ感覚です。全くそれが本当に忠実に再現されてて、これいたずらには本当に、なんてコメントすればいいのか分かんないですけど、まあ、そうだと商品紹介まずなんないですよね。なんてコメントすればいいのか分かんなかったらでも本当にこれはね、体験してみるのが一番だと思います。僕はなんだろう、ゾワってきて、本当になんだろう、気持ち悪いんだけどすごい気持ちいいっていう、気持ち悪いんですよ、気持ち悪いんですけど、なんかその中にもちょっとね、癖になっちゃう感じ、こう、おー、何度もこうやりたくなるような感じ、そんな感じです。結構ね、何度も本当に癖になる、これは。うん、でこっちの方はね、多分普通にやんない方がいいと思う。相手普通にいて、普通にいて、これはね、こっちはやぶ、あ、やんない方がいい、危ない危ない、本当に普通にこうブサッとした狂気ですから。でまあこれもね、こうも人を向けない方がいいですね。やっぱやるのはこう頭だけっていうね。おお、結構ね、これみんなでもね、大勢でやってもはしゃげると思う、これは。うん、みんなでこうすごい大人数でやって、こうみんなでわーってやり合っても全然はしゃげると思います。これは結構ね、意外にこれ一つあったらだいたい10分は多分持つと思う、間が。だから結構合コンとかでもいいんじゃないですか、こういうのは。はい、本当に、なんだろう、すごい寒気がね、すごいんですよ。なんか女子とかのキャーみたいなね、ああいう可愛い仕草を見れたりするんじゃないですかね。はい、まあね、今回こんな乱雑な商品紹介でしたけども、一つ難点を言うならば、これ髪が崩れるね。だからセットしてるね、状態のその女子とか、その髪を気にしてる男の人とかにこうつばってやったら、すごいうわーって、それとともに怒られる、なんだお前髪崩れるじゃねえかっていうね、怒られる恐れがあるんで、ちょっとそれはやめといた方がいいかなと思います。とりあえず髪を気にしてない時ね、そういう、ね、パーティーとかそういうブレイクオーな時にやったらすごい盛り上がると思います。はい、なんで結構ね、これ割と全然使えると思う、うん、盛り上がりますよ、やっぱりパーティーグッズとしては本当に最適です。
まあね、こういうグダグダな商品紹介でしたけども、今回紹介したのがこちら、天使のいたずら。ぜひとも皆さんパーティーグッズなどに活用してみてください。それではともいっきーでした。さよなら。